でも幅があるってすげえ大事でさ、うん、なんかこう常にこの辺しか歩いてないとさ、うん、ここに落ちる恐怖みたいのも、はい、があるんだよね。そうそう、そう、その恐怖で生きてるってあれでさ、一回もどこどまで行ってるってあれよりひどいことないだろみたいなさ、部分ってさ、なるほど、そう、それって結構強みにね、つながるっていうかさ、うんうん、で、うん、そうね、人間ってやっぱそういうなんか意識の中でそういうのがさちらつくよりさ、なんかそういういろいろ経験してるとさ、なんか体験の中で超えちゃってるとさ、なんか行動も強く出れるし、やっぱなんか、あの意識、あの日々の感、なんか意識が違うから行動も変わってくるっていうかさ、うん、ってところはあると思うよね。いや絶対なんかその見えないところがありすぎると臆病すぎてやっぱり行動に移せなくて、逆にその行動が移せないから経験に出られなくて経験がない不安を抱え続けちゃうみたいなさことって結構あると思うんだよ、うん、俺もそうだったし昔は、うんうん、僕もまさにそうだし、なんかこうさっきのなんだろう、頑張って頑張って手に入れたら大したことないって気づくのと一緒で、うん、失敗してどん底に落ちてもなんか、あ、意外と復活できるって知るのもやっぱしこうなんだろう、あるなと思うから、うん、やっぱ見えないことが一番怖いのかもしれない、ね、そうそう、見えないことって怖いんだよ、うん、そうなの、そう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 、だからまあなんかそのね、ある意味さ、この少数民族のコミュニティだとさ、はい、あの世界のデザインがシンプルじゃん、狩猟して、うん、食べて、うん、まあ、みんなで祭りやって、うんうん、なんかあの女と寝てとかさ、うん、なんかこう構造上シンプルな、確かにシンプル、今ってすごい情報として複雑化してるからゆえにさ、人間って悩みやすいっつうかさ、あ、正しさなんか分からんっつうかさ、うん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 、でもその、 あの未開のコミュニティだとさ、それが正しさっつうかさ、うん、一つのなんかこうブレない何かがあるっていうかさ、はい、それってある意味こう意識は定まりやすいところがあってさ、うんうん、そう、だから今のこの現代社会ってすごい情報過多ゆえにこう悩みやすさは絶対に生まれるっていうかね、うん、確かに、だけどある意味面白く考えると、だからこそなんかそのなんだろう、気づくための何かっていうかさ、うん、だからある意味こうみんながこうブッダになるようになるっていうかさ、ブッダも普通の人間だからさ、うんうんうん、気づいた人っていうかさ、はい、ね、そう、ね、ブッダなんか王族の息子だから、こう贅沢な、ね、身分の中にいたわけだから、うんうんうん、ある意味そういう、ね、みんなそこそこ別にさ、まあ、今はね、あの格差があって貧困の人とかもいるかもわかんないけど、うんうん、ね、とはいえなんだろうね、いきなり殺されたりはしないっていうかさ、うん、そう、そういう現状ではないからさ、うんうん、でもこのなんか中でこう本人の価値で立つことの大切さっていうかさ、うん、誰かの価値によってとかさ、社会の価値によって立てるっていう世界ではないっていうことに気づくっていうかさ、うん、そうそうそう、そこを探すっていうかさ、うんうん、そのためにはもうがむしゃらに動いて、経験によって自己信頼を経験していくっていうかさ、うん、そういうことがすごい大事になってくるっていうか、うんうんうん、そうそう、だからそれがさ、何かの形っていうのに執着してる、例えばあのアイドルっていう形として、はい、あのアイドルだから価値があるって言って社会的に人気を得てたとしても、うんうん、それを失った場合に自己価値がなくなっちゃうっていうさ、うん、そういうことじゃないっていうかさ、うん、そう、あの中心軸ではやっぱなんだろう、その心のなんかこう世界を見てないと、外ばっか見てると、うん、そういうなんかそうなんだろう、社会的なこう価値基準で自己価値を決めてるっていう風になると悩むって、苦しむっていうかさ、悩むとかさ、うんうん、そうそう、まあそういうね、そういう失った体験があれば多分考えさせられて、多分そういう人もね、落ちてしまう人もいれば、うん、そこからね、いやそういう価値じゃ、人生ってそうじゃないって気づいて何かね、うん、アクションし始める人もいるだろうしね、はい、うん、そうそう、なんかそういうのすごいこう試されるっていうか、うん、まあ当たり前にこの世界ってそうやって試されてる
っていうことがだよねっていうことにみんなが気づけばいいっていうかさ、うん、そうそうそう、別にそういうなんか社会的価値より内なるものを大事に当たり前に見てるっていうことがなればいいっていうかさ、うん、そうそう、そうするともう日々瞑想みたいなもんだからさ、うん、常に内を見て、うんうん、でそうすると多分内なる開放的なことがすごい大事になってから、うん、社会的には、ね、気づいちゃう人がたくさん出て、うん、社会変わるだろうな、うんうんうん、だってその社会の仕組みを重視するんじゃなくて自分たちの感性を大切にしていくわけだから、うんはい、うん、そう、でもそうやって社会づくりって最終的になったら絶対いいと思うんだけどね。うん、本当ですね、うん、そんなにたくさん食わなくたって生きていけんだから、うんうん、ってことね、うんうんうん、食事だって今廃棄しまくってほとんど廃棄してたから、本当ですよねそうそう、だからなんか結構ねそういう意味ではこうこの資本主義の幻想っていうのがね結構なんか問題点っていうかね、うん、そうそう、うん、それはあるな、資本主義の幻想の中に教育があるっていうか、うんうんうん、デザインもね、うん、本当に言ったら多分学校の先生も、まあ、親も思い込んでますよね、うん、そうそうそう、うん、その中で判断してしまうっていうかさ、うん、そう、いい大学に出ないとどうしようもないぞっていう幻想とかさ、うんうんうんそういうことじゃないっていう、うん、うん、いい会社出てもストレスフルに働いて苦しんでる人なんかいくらだって、そうそう、ねえ、なんて生きてるか分かんねえんだからって思ってる人っているわけだし、うんうん、いややっぱそう思うと、まあ、今はこう衣食住の住の部分をこうある意味こう作れたんで、やっぱしこれで食っていけたらなんかもう一つ世界が開けそうな気がするな、そうだね、うん、だからそこはいいんじゃない、うん、課題があるってことが面白いことだからさ、うん、うんそこね見出したらなんかね、うん、一つまた学びがあるし、うん、なんかこう学びの世界、ま、そうそう楽しみですね、そうそうそう、ワクワク、いやワクワクがいい、うんうん、いいっていうかさ、うん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 、基本的にねそんなに金かけなくても生きられるというか、そこのプレッシャーはだいぶ、ね、だいぶ軽減してるわけだから、そうですね、うん、そうそう、でかいでかい、そうそう、うん、そうそうそう、おかげさまやけども、こう今家計簿つけてて毎日、うん、そしたらやっぱ0円の人がここ何回かあって、うん、全然いけっぞみたいな、うん、しそうな日もあったりするし、うん、だから基本的にやっぱこうライフに追われすぎるとさ、はい、あのアートできないっていうかさ、人生はアートできないっていうかさ、うん、もう必死になっちゃうからさ、そこにライフに、そうですね、だからあのラ、なんだっけ、あのライフのラブ、うん、スマイルっていう3つのワードのあれがあってさ、うん、全部そのある意味こうライフがまず一番ベースにあって、うん、まずライフが生きていくことが満たされないけど、うん、その先にラブが存在すると、うん、だから生きていることが満たされてないと愛することってのは難しいって感じで、心の余裕、心の余裕が生まれてないと愛、そう、うん、で愛がそこで満たされた、ライフとラブが満たされた後にスマイルが生まれるっていう、そう、うん、満たされた時に本当の笑顔っていうのが出るんだ、うん、生まれるって話があって、そうそう、だからそこにすごい、すごくこう俺はそのラブの部分って結構ある意味アートも絡んでるっていうか、ライフに追われ続けてアートなかなかできないっていうかさ、うん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 、そう、やっぱりこうアートはなんかよくさ、その狩猟民族もさ、うん、なんかこう量ができてでっかいものを取れちゃってさ、うんうんうん、したら余裕ができるじゃん、うんうん、その間に絵描いてたとかさそう、それまではご飯ね追うの必死だからさ、あこれで当分生きていけんなと思った時にこう遊びが始まるっていうかさ、そうそうそう、でゆとりっていうがあってアートが生まれるっていうさ、そう、そのゆとりってすげえ大事で、そうそう、だからゆとりを失っていくとアートが失われていくっていうかさ、うんうん、とはいえそのなんかね、そのゆとりをなくしているものは何だっていうことをこう、うん、現代の社会ではね、うん、
アートでぶっ壊していかなきゃ、気づかしていかなきゃいけない部分ってもすげえあると思うし、うん、うん、いやもっとゆとり作れんじゃねえみたいなさ、うん、なんか常識にとらわれるんだってやつ。お金ってもともとこう物を代替するための道具で、うん、じゃあ最もお金を支払ってて、じゃあ最もその自分たちが生きていくために必要と思ってるお金を何、うん、まあ同じこと言ってるか、うん、何使ってるかっていうと、やっぱしその家賃と食べ物、うん、そこってやっぱ担保できたら、うん、一気にラフスタイルとか、そうだと思うよ、意識変わるんじゃないかな。変わる変わる、みんなもっとゆとりが出ると思うし、うん、だからまあだからそういう意味では俺もベーシックインカムとかさ、こう推奨してるとかさ、うんうん、はい、やっぱりこうね、大きな民族、ね、日本人という民族で考えた場合に不平等なんだよ、もう、うん、金超だから量が超得意なやつがめちゃ持ってて、うん、量ができないやつが疲弊してるって状態っていうかさ、うん、餌あげないみたいな話じゃん、うん、結局、はい、そういう世界観のって結構問題でさ、本来はさすげえ ある意味神様から与えられた能力と、うん、だからいろいろさ能力差なんか人間ってあるわけだからさ、うん、すごくお金を稼ぐのが得意っては量ができるのが得意だと同等だと思うんだよね今、うん、だからそういう人はやっぱこう分配するっていうか、うん、その公正な少数民族の社会では量が得意な人はみんな分配してるわけよ。そうですよね、それはみんなのために取ってるんだっていうさ、うん、分配してるんだけど、今はさそれを独占してるわけじゃん、そういう人たちがたくさんいて、でそれってどうなのかなっていうところもあるしさ、うんうん、マインドとして、うん、そうだから少数民族でそうやって独占する人が現れた瞬間さ、その幸福度ってその世界に下がるっていうかさ、うん、うん、そうでなおかつさ搾取されるところがたくさんあるわけじゃん、そう、うんうん、ね、家賃とかさ、もうそういうのでさ、住んでるとこですら地球に住んでたのがなんか獲物を取った獲物も木の実とかも全部払わなきゃいけないみたいなさ、うん、住んでるってこと自体に少数民族でそれはないことなんだけどさ、うんうん、そう、うん、今の現代社会に当てはめるとそういう感じだからさ、本当そうっすね、うん、そうそう、まあその不平等さっていうか、うん、ね、そういうのってやっぱり苦しみの原因にもなりうるっていうかね、うんうん、ね、ちょっと話戻っちゃうんですけど、飛龍さんにとってそのアートって、うん、どういうものなんですか、すごい抽象的な質問になってます。アート、うん、アートってね、なんだろうね、俺はだからある意味なんだろう、なんだろうな、だからこれはまた俺の中でなんかその自分の人生の絵を描くようなものであると思うんだよね、うんうん、はい、うん、だからそれはさアート作品で何かを感じることって、うんうん、ひょっとしたらその人のさ筆の立ちが変わるかもしれない、見た人の筆の立ちが変わる、それも影響を与えるのもアートじゃん、あ、でその人が感じたっていうことそのものがアートだと思うんだよね、へ、うん、だから感じさせたきっかけを作った作品があって、はい、で本人がだからアートって感じなければ、感じ性がなければさ何も変わらないわけじゃん、うんうんうん、でもその人が何かを感じて、はい、筆のタッチを変えるっていうかさ、うんうん、それってすげえアートが始まってんなと思うし、うんうんうん、なんかそれはアートってだからある意味俺の中ではその別にそのアート作品これそのものがアートって思ってないっていうかさ、見る側の心のなんかさもの、うん、心を動かすもの、動かしたもの、動いたこととか、うん、そうそう、そういうことが俺は、うん、俺の中の考えとしてはね、うん、だからいいアートってそういう人のたくさん心を動かすっていうかさ、なるほど、そうそう、そういうものであったりとかさ、でもそれもさやっぱりみんな感じる心とかさ、うん、がすげえ必要だしさ、うん、でもそういう感じさせちゃうんだよねアートっていうかさ、うんうんうん、そうだからそういうもの、でもそれで俺は別にそのアートにまあ、なんかそう本当にたくさんの人に何か感じさせるものとかもあるけど、別にその個人個人の世界では何か不器用ながらも何かこう模索してアートしてるっていうこともすげえある意味同等に神秘だと思うしね、うん、別にその高い低いなんかすげえこの世界でっかく見たらどうでもいいことだからさ、でもその人がその感じてる世界っていうのはさすげえある意味この世界の全てだからさ、うんうんうん、それって素晴らしいことじゃんってこう、そうっすね、うん、だからこそアートしてこうぜっていうかさ、うん、その人の中の感じ方の感受性とあれで
その自分のパターンを壊してこう何か変えていくっていうかさ、うんうん、そういう力になるものっていうかさ、うん、そうそう、それってすげえアートっていうの俺の中の解釈だよね。だから俺はなんか別にさ作品にこだわらなくなっちゃったとかそういうことっていうかさ、別に絵で伝えなくてもなんかこう生き方とか人生で伝えるっても一つのスタイルだっていうかさ、うん、だと思うし、あそうそう、だ本当に今のヒリュさんの話もアートやし、そう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 、で僕がこうやってヒリュさんとかに話を聞いて、うん、それを発信することもアート、あアートアートアートになりうるって俺は思ってるし、うんうん、だからなんか俺の考えはそういう感じかな。うん、人によってはそうじゃ、それアートじゃ違うとかあるかも分かんないけどさ、別にそんなことはどうでもよくてさ、うんうん、俺の感じだとだからみんなアーティストだっていう思われる、そうね、アーティスト、人生アートしてるって思いました、うんうんうん、みんなやっぱ人と関わってたら何らかの影響を与え合ってる、そうそうそう、うんうん、それがね全然こうくすぶってる段階だとまださ、そのくすぶった絵を描いてる中で、でも今この瞬間が何か感じて変わったらすぐアートが始まるっていうかさ、うん、なんとなくパターンで描いてたものがさ、はい、これ違うかもって思った瞬間にアートが感じて、それを動かした瞬間からアート始まってるわけじゃん、人生の。確かにそうですね、うん、そうそうそう、それだよっていうか、うん、そう、何か輝かしていくっていうかさ、わなんか、そうそう、去年のワークショップに参加して多分こう1日目か2日目に、うん、俺これ作りますって言って、うん、なんか飛龍さんとかにこう、うん、ここで作らせてくださいって言ったの、うん、なんか話したのすごい今思い出しました。あの瞬間に何か確かに自分の中でそうだよそうだよ、そうそうそう、それがアートだよ、アートアートアートうわそうそうやろう、で作ってる最中ももう始まってるしね、あ、うん、そうそうそう、そういうなんかそう自分のライフのなんかさことをやってるじゃん、なんかさ、うん、自分を見てさ、そう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 、うん、そういうのってアートだと思うしね、うん、うん、そうそう、常にそれはアートし続けることが、うんうん、いやー、なんかすごいです、自分の胸にストンと落ちました、うん、今の話、うん、まあ俺の一つのなんか43程度の考え方だけどねこれも一つのね、あ、まあ、変化し続けますからね、うんうん、そうそう、この世界の摂理となんか、うんうん、あとはなんか俺はそのそこに不平等がないじゃん、だってそれぞれが主人公になってるわけじゃん、うんうん、だからそこにさあいつが偉いとかないじゃん、ないです、ね、それってすげえいいことだと思うしさ、うんうんうん、そう俺それやっぱこの世界ってそうあるべきだと思ってるしね、そうあるものだと思う、うん、本来はそうあるもの、うん、でもなかなかなんとなくさ目立つ人がさなんかすごそうとかさそういう風な思い込みあるかもしれないけど、うんうんうん、本来はそういうことじゃないっていうかさ、うんうん、そうそういうことに気づいてほしいっていうかさ、うん、そうそう誰かがすげえなとかじゃなくて今 うん、そう思ってたら、いや今この瞬間自分がなんかアートしていくことによってそこに集中するっていうかさ評価、うん、何の比較もなくね、うんうん、なんか動き続けてるってことがもうアートが始まってるっていうかさ、うん、そうあいつすげえなとか自分なんか大したことねえやってこう思ってる段階じゃアートしてないっていうか、今この瞬間から不器用ながらも筆を動かし始めてるってことはさ、うんうん、アートだよ、その考え方いいなら今それでこう、うん、わ俺もアートしようって今の話聞いて思う人すごいいる気がする、うん、なんか本当それでそれその瞬間そだって自分自身がこの世界を感じてるわけだからさ、うん、別に誰からが感じてる世界を自分が感じてるわけじゃない、うん、自分が感じてるんだからさ、うん、そこのことに気づくことってさ、うん、それはもうみんな全て平等になるしさ、うんうん、あいつがすげえとかそういうことじゃなくて、うんうん、まあすげえって思える人がいてもいい全然いいと思うんだけど、うんうんうん、でも主役は自分なわけだし、あくまでも自分だし、うん、自分のライフを輝かせるためのことをどんどんね、うん、で不器用ながらもやっていこうっていうさ、うん、その体験が素晴らしいじゃん、うん、神秘じゃん完全になる、うんうんうん、なんかそういうのはさやっぱジャネンズとか音楽活動してさやっぱすごくこうあの生まれ持って障害を持ったりとか、ね、知的の障害だったり身体の障害だったりとか病気で調子、ね、すごい悪い人とかすげえ色あと地方のおじいちゃんおばあちゃんとかに会ったりまして、うん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 、そんな中でさなんか
感じたことっていうかさ、うん、うん、そうそう、なんだろう、うん、そう、平等、この世界に与えられた何かっていうかさ、そう、なんだろうなってこう、うん、なんかまあね、こう自殺しちゃった友達とかはさ、やっぱりまあでも別にそこを俺はまあ彼なりの一生懸命さの中に結果としてそう出ちゃったから、まあそういうふうに思わざるを得ないんだけど、まあ必死になって考えた末にまあそうなったっては思うんだけど、でもなんかそういう思い込ませない世界っていうのはできたらいいなって俺は思うようになって動いてるっていうことが、すげえその俺の友人の存在意味に俺の中ではすげえなってるし、うん、うん、そうそう、なんかね、なんかね、そこの考え方さえこう変えれば、そういう風なことで悩まない世界っていうか作れんじゃねえかなっていう風にこうすごい考えたいっていうかね、うん、うん、当たり前に迷ってていいぜって言ってください、迷ってんのダメじゃんとかさ、そういう世界じゃないっていうかさ、うん、悩んでてもいいんだよっていうさ、うん、あったかい感じっていうかさ、うん、そのこう、こう受容するこうものがあれば、なんか、まあ、許しっていうかさ、うんうんうん、すげえ許しって脱力だからさ、うんうん、許さないって結構きついじゃんやっぱ、そうですね、うん、緊張だからさ、そうですね、許しって脱力だからさ、うん、恐怖を無視、そう、うん、そう、許しあるっていうかさ、うん、なんとなく許されないって思うからね、こうおかしくなってね、こう川崎の事件みたいなこととかあったりとか、うんうん、あれもなんかもっとこう肯定、その人がね、そのままで肯定されながら否定されずに、なんかこう肯定されながら少しずつ歩めるっていうかさ、うん、だって否定感があったらなかなか歩みにくくなっちゃうけどさ、うん、なんかはなんかうまく肯定されてたらさ、なんかこう歩きやすくなると思うんだよ、ね、いやこんな、いや年取っても千鳥足でもいいから歩いてるって、うん、それでいいじゃんいいじゃんって言ってくれて、うんうん、みんなでさこう歩こう歩こうって言ってくれる社会とさ、うんうん、あいつ歩け、あのこの年で歩けないらもうダメだなって思われる社会とさ、もう全然そう、敵視の意識っていうか全然違うっていうかさ、そうそう、なんかそういうことだよね、まあ、みんなでこうなんかね楽しい世界でいい、うん、行こうぜみたいな、うん、あそういう感じっていうか、うん、なんかそれってつまりやっぱしこう多様性を重んじるとか受け入れる、そうだね、受け入れ、そうだね、うん、そうそう、多様性を本当受け入れられるっていうかさ、そうそう、うん、なんかなんかそうすごくこう最近のよくあるあれで、その社会的価値で物事を測ろうつって俺はめちゃくちゃ危険な思想だと思ってて、うん、そうなんかそういうのに毒されてる人がすごい多いっていうかさ、うん、うん、そうそう、そうだからある意味老害って言葉とかもそうかもしれないし、そのやまゆり園の事件とかもさ、結局知的障害の方たちは税金も払ってなくて迷惑、社会的に迷惑ばっかかって、いらん、なんかもう死んだ方がいいっていうさ、はい、っていう考えて、それその社会的価値っていう基準の中で物事を考えてしまった、うんうんうん、そうそう、それってすげえ危険な考え方っていうかさ、うん、そうそう、だからある意味アートなんてさ、もう価値がないものでもあったりとかするとかさ、俺は結構好きなところであってさ、うんうん、そうそう、そういうところにもなんだろうな、確かに、うん、価値だけが全てじゃないっていうかさ、その価値があるものと社会的価値があるものって一番そればっかがはびこった時の社会って恐ろしいよね。わはびこりきつつあるっちゃあるんだけどさ、あいや結構なんか今の話聞いて自分もこうドキッてしたな、なんか効率的にとか、考えちゃってる自分いるな、うん、そうそう、そう、そこって、うん、だからある意味そういう俺なんかはさ、アートのあれなんかさ感じさせるとかさ、だからある意味無駄なことで白塗りになって何かやるとかさ、ある意味合理的の何もヘタくれもねえじゃんそう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 なんだよ、そう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 、そういうね、そうそう、まあね、老子の言葉とかでもね、そういうねあるしね、なんかねじ曲がった木の話とかもね、どんな話ですか、あれ何で話してないか、あの
老子の話で、うん、あのまあ弟子を連れて歩いて、うん、散歩してたの老子、うんうん、でそしたら木こりたちが超たくさんいて、みんな木を伐採しまくってる、うんうん、でもういろんな木が切られてて、うん、でもなんか一本だけやたらねじ曲がった大木がボーンとあって、うん、はい、でみんな木こりたちがさ、もう昼休憩でさ、みんなその下でさ休みながらさ飯を食ってんだって、うん、でなんかその弟子があの木こりに、あのこのねじ曲がったこの木は切らないんですかって聞いて、うん、そうするとあの木こりがこいつはもう本当役立たずでさとか言って、あのもうねじ曲がってもう建材としても役に立たないし、うん、もう何あの薪として燃やす変な煙ガスみたいなのが出てきて本当どうしようもない木なんだよとか言って、うん、みんなその木陰で休んでるって話があって、うん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 、そしたら老子がお前らはこの木のようになりなさいって言って、うん、僧侶ってさ基本的に社会的に役立つっていうかさ、うんうんうん、何か労働してなんか社会的に生産的なことしてるわけじゃないじゃん、うんうん、でも人のを支えてるっていうかさ、あの、うん、ある意味木陰を作ってあげてるっていうかさ、だからそういう存在でありなさいっていうか、誰にも役立たずと思われてもいいけど、うんうん、誰か人を支えてるっていうかさ、こう日陰をこう作って癒してあげてる人間になりなさいっていうことを老子が言ったって話があって、あ、そのねじ曲がった木の話俺すげえ好きでさ、うんうん、俺はどっちかっていうとそういう人間でいたいなっていう、うん、だからある意味なんか役に立つと使われてしまうって話もそこに含まれてるんだけどね、だから役に立つものだと全て使われてしまうよって話は、そう、僧侶僧たるものというかさ、そう伝える人はそういうスタイルにいなさいっていうかさ、そう、いやなんかすごい面白い話聞いちゃったね、そう、そう、木こりたちはでもそこに気づいてないっていうかさ、うんうん、いやこいつら役に立たない、この木は役に立たないとか言っちゃってるんだけどさめっちゃ癒されてんじゃん、そこで日陰でご飯食べてたりとかさ、昼寝してたけど見せてた気持ちよくて、ね、そう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 、いや本当だなそうそうそう、だから別にまあそういうさ、ある意味さ社会的にさそういうスタンスの別にわざわざさそういう伝えなくてもいいからさ、うんうんうん、自然とそうなってる人間でいいんじゃないっていう話をさ、うんうんうん、してるけどさ、なんかそれって素敵だし、かそうそうそう、それでいいって言ってさ、うん、お前税金払ってるのかとか、いや全然払ってないっすよとか言いながらさなんかその人の安堵する時間を作ってあげちゃってりますっていうかさ、でなんか生きることを考えさせちゃったりとかさ、うんうん、そうそうそう、悩み事を聞いたりとかさ、それだけでもいいかもしれないし、うんうん、そういう存在もいていいってことですね、そう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 、うん、使わ、ある意味そのすごく全てが使われてるとかね、社会の歯車によって使われてるのがその、うん、切られてしまった 木たちでさ、うん、うん、でもある意味切られてしまった木たちも必要で、そう、もちろんね、そうなんだけどね、うんうん、うん、そうそう、いろいろあって、でも確かに僕もそっち側でいたいな、そう、でもそういう一つなんかそこは気づきの話っていうかさ、うん、ものです、うん。